こんにちは、ゆきです。今日はね、まあ買おうと思っていたものをやっと買いました。それがこちらです。はい、じゃじゃーん。おい、もったい。はい、じゃじゃん。はい、こちらですね、フィギュアケースですね。フィギュアケースのスケルトンブルー TKSDL っていうね、まあなんかこれを買ってみました。今回はですね、縦置きのやつを買ってみました。結構フィギュアとかもあったりして、前回アナ雪のフィギュアだったり、その前はね、一番くじのここにもちょっと来てるソードアートオンラインのね、こういったあのフィギュアですね、うん、こういったものをまあね、入れようと思って、はい、いくつかしまってあるのもあるんですよ。入ってるのももうね、置ききれなくなってくるんですよね。なんで今回は縦置きバージョンの重たい、これを買ってみました。色はね、ブルーと何色があったっけ、黒っぽい色だったっけな、黒だか透明だか忘れちゃったんですけども、2種類このタイプあるんですよね、ブルーと。で、裏はねこんな感じで、ちょっと見えづらいんですけど、まあこちらの会社が出しているウェーブ、株式会社ウェーブさんが出してる、多分これケースのラインナップですね。横置きとか横置き、縦置きのものね、いろいろあるみたいですね。はい、あ、型番はね TC072 というものですね。はい、で、積み重ね自由っていうことで、この下に台がついてて、こう自分の好きな、まあ、フィギュアの大きさによってこの段を変えられるやつみたいですね。はい、3枚付属してるみたい。うん、まあね、とりあえず縦置きです。まあね、横置きもね、必要になればまた横置きも増やしていこうかなと思うんですけど、とりあえず今回はこれですね。まあね、早速開けていきましょう。まあね、多分穴行きのも入るかなと思って買いましたね。これどうやって開けるの、これ。よっ、あれ引っ張りね、出すことができないから。お、出てきた。よいしょ。はい、中から表、よいしょ。こんな感じですね。エアパッキンが入ってますね。ほうほうほう。この後ろのブルー、上がブルーで背中、後ろ側、この裏側もブルーなんですよね。で、表がこっちなんですけど、表から見るとここのブルーの裏側にね、ミラーが入ってるみたいで、綺麗に映ります。はい、エアパッキン取りました。よいしょ。はい、こんな感じです。反射しちゃって見えづらいかもしれないんですけどね。ここの高さがね、348mm で、ここが156で、ここの奥行きっていうのかな、116って書いてありますね。はい、これね、どうやって開けるの。今ね、これ上外してちゃ外れる、簡単に外れるんですけど、これなんか図を見ると全部これ外せるんですよ。なんかこれあれだよね、これパカッて取って好きなところに段をはめて、さ、スパッパカッて戻して多分入れるんだよね、どうせね。うん、例えばね、倒れる可能性大なんですけど、こんな感じでね入るじゃないですか。だから、そうするとね、まあ、他にもね、いろんなもの、入りきらないものフィギュアでね、あるのでね、段によって高さを変えてね、これから入れていきたいと思います。値段的にはこれね、僕 Amazon で買ったんですけど、1300円前後ぐらいだったと思います。1400円とか1300円とかね、まあ、元々はなんか2200円ぐらいするらしいんですけども、僕が買ったのは Amazon で1400円ぐらいでしたね。はい、まあ、後ろミラーがついてるので、
まあいいですし、段もね3段階あって、あ、3枚か、3枚入ってて板もで自分の好きなようにね段も変えられていいと思いますね。はい、まあ縦置きと横置き、まあどっちもいいんですけど、まあ横置きは横置きでねまたいいメリットはあると思うんですけどね。とりあえず今回は縦置きに買ってみました。はい、はい、っていうことでですね、今日はですね、フィギュアですね、入らないものが出てきたので今回はですねこちらのですねケース、株式会社ウェイブさんから出てます、こちらですね、T ケースのスケルトンブルーっていうね TC072 っていうものを買ってみました。今回ねこれだったんですけども、まあね増えていくとまた増えちゃうかもしれないんですけどね、気になる方はですね下の方にもねリンク貼っときますので、ぜひぜひチェックしてみてください。こちらの会社ね、いろいろさっき言ったように裏にもいろんな種類ありますのでね、はい、その用途に応じて、買っていただくのいいのかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。バイバーイ。